最近ね、奥さんが家買いたいって言い出してるんですよね。すごくね、マンションの賃貸よりも、家を買った方がいい、家を買った方がいいって言われてて、それがね、ちょっと、あれっていうのはありますけどね。うん、で、このタイムツリーっていう、スケジュールをこう共有するアプリあるでしょ？で、奥さんと共有してるんですけど、今週の金曜にね、奥さんの方の予定で入ってたのが、ね、リノベセミナーっていう、家をリノベーション改造する。そのセミナーをね、奥さんが受けに行くんですよね。まだ家も買ってないんですけど。だから着々とね、この外堀を埋められてってんですよね。ちょっとこれでいいのかっていう。でも一応奥さんが言うには、この、ずっと賃貸払い続けて最終的に財産ないよりは、その賃貸分ローンで払ってたら相当いい家を買えるし、その家をリノベして貸すってこともできるんだ。それが資産になるから、みたいな。もともと不安なタイプなんで、できるだけね、家は買いたくないんすけどね、どっちなんで、どっちが合理的なんだろう、わかんないね。家とか怖いってただ僕は感情的に思ってるだけなのか、いやでも今の時代でな、みたいな。ローン組まなきゃいけない。っていうかそんなに貯金ないしね。だってさ、家賃4万3000円のところに住んでた僕っすよ。家賃を倍以上に上げるってなった時に、それも相当迷ったんですよ。いや、6万ぐらいにしといた方がいいんじゃないか、みたいな。だけど、エルゴラの社長が僕と同じ年の時に起業したっていうのを聞いて、家賃を10万に上げるの怖がってんだみたいな感じで、家賃上げたんですよ。で、家賃上げて、で、その後結婚して、またここ家賃上げた。でも今の家賃で俺の中ではもう、家賃に金使いたくないじゃん。だから、成金みたいに思われるのも嫌だしな、みたいな。元の家が俺ひどすぎてさ、4万3000の家が。新しい家になった時さ、みんなちょっと感動というかさ、おめでとう、みたいな。やっと人間になれたね、みたいな感じだった。俺としては、いや、なんか、贅沢しだした止まれんじゃないかなって思ったらさ、